はい、こんにちは、一郎です。セミナーの受講の仕方についてお話ししたいと思います。セミナー受講は最初は私の方、一郎側から招待をして招待を受けるという形にしていたんですけれども、もっと確実で早い方法が分かったので、その方法についてお話しますし、今後はこの方法でセミナーに参加していただきたいと思います。それではまずですね、Google でアカウントを取ります。もうこれはもう説明することではないと思うんで、Google のアカウントをまず取っていただきます。まあ、そこはさすがに Google アカウントの取り方というサイトでも言ってですね、Google のアカウントを取っておいてください。で、メールアドが作られるはずです。持ってない先生は。まあ、アカウントを取れば、まあ、私は3つ持ってるんですけど、3つのアカウントを持っています。個人のアカウント、まあ、こういうセミナーするためのアカウント、それからもともとメディカル DP、 メディカルダイレクトのアカウント、まあ、3つありますけれども、この中で今回は受信する側としてこの一ローで、セミナーする側は別のパソコンからこれでセミナーを開始します。で、まあ、一ローから入って、まあ、パスワードを入れてログインですね。で、ちなみに今やっているブラウザーはサファリでやっておりますので、Chrome でなくても大丈夫です。サファリでもつなぐことができます。で、サファリでまず Google のページに行きますよね。で、ここから、もっと見るで、ハングアウトに行きますね。で、まあ、インストールしてくださいとかいうふうに聞いてくると思うんで、インストールしてなければですね。でも、とにかく初めてやる場合は、Google のこの、四角いやつから入って、ハングアウトというのに入ってください。で、ハングアウトに入れれば、まあ、ご自分の名前がここに出てると思うんですけど、で、ここの名前は、一応セミナーに参加されている先生が、その先生かどうかわかるようにしたいので、できれば、まあ、下の名前でもいいですから、フルネームでやって個人名が特定されるのは嫌だと思うんで、まあ、下の名前だけでも結構ですので、名前を下の名前で入れておいていただける。まあ、女性はそれが嫌であれば、女性の場合は名字にしてもらって、まあ、とにかくその本人がアクセスしてるんだってことが分かるようにしてほしいんですね。なぜかというと、そのニックネームしか出ないとどなただか分からないっていう状況が起こり得るので、どなたがアクセスされていて、どなたがアクセスされてないっていうのが分からなくなっちゃうんですね。ですんで、で、当日、個別に、つながりました、つながりませんなんていうメールはちょっとできませんので、まあ、その辺は分かるようにしていただけると、ある程度、本当に人数絞って、1人か2人ぐらいまでならアクセスできますけど、こちらから。もう5人も6人も7人も入ってこれないっていうことになると、それはもう、そこまでこちらから、面倒見ることはさすがにできませんので、せいぜい入ってこれない1人か2人ぐらいに、まあ、こちらからなんかメッセージは送れるかもしれませんけども、実際にはセミナー当日はかなり忙しいので、できればその前にこのビデオで言ったことを実行されてですね、もうつながることが分かるようになっていただきたいと思います。あともう一つ、その接続状況ですね。Wi-Fi が切れたり、そちらが切れたりすることもあると思うんですけども、その時はもう一度参加のボタンを押せばすぐに入れます。ので、まあ、その辺についてはまた後で、お話しますけれども、とにかく接続がそちら側の状況ですね。セミナーを受講される先生のその接続状況については、こちらが面倒見きれません。それは Wi-Fi だったり、ファイアウォールで、ブロックされたりとかですね、そういうようなことが起こり得ると思うんで、そういう環境ではないものでできれば接続していただきたいと思います。別に Wi-Fi はまずいってことではないですけれども、途中で切れたりすることは当然ありだと思います。はい。じゃあ、まずはこのページが出てきますね。ハングアウトになると。で、ビデオハングアウトに入ります。で、ビデオハングアウトに入っておきますね。ビデオハングアウトに入っておきます。じゃあ、イチローが実際にハングアウト始めましたという状況にします。はい。じゃあ、イチローの方がハングアウトを始めております。そうなると、
自分の方から直接つなぐので、先ほどの URL を入れます。するとですね、今ハングアウトにつなごうとしてますね。はい、つながりました。で、つながったら参加かどうかっていうのが出てきます。こうやって参加かどうか出てくるので参加ボタンを押します。はい、そうすると参加になりますね。一郎の方で、入ったということがわかります。で、一応承認ボタン押さなくてもいけちゃうんですけども、一郎の方で承認ボタンを押します。そうすると今入れたと思います。はい、そうなるとですね、また今ちょっと2つのパソコンが近くにあるのでハウリングしてますけども、またこのビデオ、自分のところのビデオがこう映っちゃう時があるんですよ。ここはかなり問題なんですけども、これでカメラをオフにするにしてください。すぐに。そうするとオフになりましたね。これが多分 Google の問題点かもしれません。なぜかというと、実際にこれ電話会議用のものなので自動的に顔が出るようになってるんですね。ですから最初に切っておいても接続した段階で戻る可能性があります。ですんで、カメラを最初からオフにしとくか、カメラをつながないってことですね。あるいはカメラのところにも物理的にテープを貼っておくとかした後で、テープを貼ってれば真っ黒になりますから、自分のロゴが出てないってことはカメラになってるってことなので、カメラの方にこうやってカメラをオンにするっていう状態をカメラをオフにするに変えるというふうにしてください。はい、それからマイクをミュートに変えます。ちょっと今マイクをミュートにしたのでハウリングがなくなりましたですね。こちら側のマイクはオフになりました。で、セミナー画面が映っているという状況になっています。で、これもともとモニターが大きいのでこんな大きい画面が映ってますけど、これも13インチとか12インチだと非常にモニターちっちゃくなっちゃいますから、その辺はご注意ください。で、実際に講演が始まる前にはこういうようなビデオが流れます。はい、でですね、画面が小さいなって思った時にはこれですね、参加者を非表示にすると、もう自分が参加しているので、もう参加者非表示でいいですね。自分が参加したことが分かっているので、それは非表示にします。じゃあセミナーがじゃあ始まったとします。もうほぼリアルタイムに変わっていっていますけれども、まあ、こんなような形でですね、画像が変わっていきますので、これでまあ接続ができたということになります。で、万が一に接続が悪くて自分でこう、これは退出になってるんですけど、退出することになるんですけど、こう今押しちゃうと退出しなかったとしても消えちゃうっていうことはあると思うんですよね。その場合にはこの会話に戻るをもう一回押します。そうすると自動的につながってくれますので、その時はまた画像が出てしまう可能性があるので、ここをカメラをオフにするのボタンをオフにするっていう字が出ればオフになってますから、で、また参加ボタンを押してください。はい、これでもう一度参加に戻れます。で、今ハウリングしているってことは、今カメラマイクをミュートに変えた方がいいですね。で、また参加者を非表示にすると、参加者を表示にしとかないと自分が映っちゃってるかもしれないんで、で、これ今カメラをオフにしますね。だから必ず接続した後はカメラをオフにして、カメラをマイクをミュートにした方がいいですね。もう一回やってみますね。退出してしまったと、間違えて切れてしまったという時は会話に戻るが出ますので、それをもう一回押します。そうすると、
今つないでる最中ですけども、すぐにパッとつながらないんですね。これはもうどうしても通信状況なので、でこの参加ボタンを押しますと、もう一回つなげることができます。でつながると、今度カメラがオンになってしまうので、カメラをオフにして音もオフにするということで、つながった後にこれを押さないとまずいですね。つながった後に押した方がカメラも映らなくなるし、声も入ってしまうので、声も入らないようにしています。で万が一セミナー中に声が入ってますよって言われることがあります。その時は、まあ、自分かなってちょっと思っていただいて、こうやってマウスを持ってくるとマイクのミュートを解除で出れば問題ないです。こっちもビデオもカメラをオンにするっていうのが出れば問題ないです。オンにするわけじゃないので、出るってことはボタンを押しちゃうとオンになっちゃいます。これが出るってことはボタンを押しちゃうとミュートが解除されちゃうということですね。音が出ちゃいますよということになります。はい。まあ以上がセミナーへつなげるための方法ですけれども、まあこれで簡単につながることがよく分かったと思います。ですので、当日は招待を待っているんではなくて、ご自分からこの部分の URL を、ここに URL を入れて、リターンを押すとつながるんですよということを知ってください。はい。今つながってます。今つなげようとしてます。するとカメラを実際につながった後にオフにしなきゃいけないです。はい。これで参加するとカメラが自動的にオンになってしまうので、それはなんか電話会議用だからそうなるんだと思います。ですからオフにしてマイクもミュートにします。ということで、まあ比較的簡単に接続、確実に成功、接続することができるようになりましたので、このビデオはぜひとも見て、できれば2つのアカウントで確認しておいてください。そうしないと当日あたふたすることになるのはご自分になるので、あたふたしないためにもやっておくことをお勧めいたします。で、当日はあたふたされたビデオを見ないような先生はさすがにフォローできませんので、その辺はよろしくお願いいたします。はい、以上です。ありがとうございました。medicaldirect.jp